開館5周年を迎えた広島市内の水族館では、今日限定の驚きのキャンペーンを実施し、かなりの盛り上がりとなりました。今日開館5周年を迎えたおよそ150種5000匹の魚たちを楽しめるマリホ水族館。今日はこちら、5円玉1枚あれば入場できるということで、オープンと同時にすごい行列となっています。オープン1時間足らずで500人が入荷し、なんと2時間待ちの大行列に。びっくりしました。安いなっていう、5円だったら行きたいっていう。魚が好きなのでちょうどいい機会だなと思って。館内は平日とは思えないほどのにぎわいとなり、小さな子どもたちが海の世界を思い思いに楽しむ姿が見られました。初めて来たんですけど、子どもたちが喜びそうな感じの水槽なんで、よかった。マリーナホップ解体に伴う閉館まであと2年。午後7時までの営業ですが、およそ2時間待ちの状態はまだ続いており、午後5時で受付を締め切ったということです。